ミサイル飛ばして全てが終わる日を心待ちにしてるような気分は何だろう。悪いことなのかそれともこれが普通なのか、一人じゃもうわからないよ、誰か教えてくれ。そしてまた大好きなあの人が遠くへ行ってしまったよ。誰にも気づかれずに夢はあれから、どこへ行ったのか。この場所に確か昔あったはずさ、燃え上がるような愛だってあった。ささみ、ささみ。あ、誰？誰なの？今私を呼んだのは。あなたは。ユーギちゃん、ユーギちゃんよね。覚えていてくれたんだ。わけないじゃない。ささみ、明日東の空に満月が昇る頃、裏山の湖に来て。裏山の湖？いいよ。あ、りょうちゃんも連れてっていい？うん、絶対に来てね、約束だよ。どんな夢を見てたの？友達に挨拶してきた。明日遊びに行くって。じゃあいよいよ。あのほのぼのファミリーの結束もだいぶガタついてきたからね。粉々にしてあげる、僕の手で。ご機嫌ですって。どうしてだかわかる？りょうちゃん。みゃー。実はね、ゆうべね、夢の中でお友達に会ったんだ。おみゃみゃみゃみ。裏山の湖か。よっしゃ、やるな。めっちゃ強えじゃん。さすが今時の田舎者。おー、まさき、ほら、さくらが言ってた。いいよ、もう。ほら、たら。こういうのなんかいいな、親父、感謝。青春だね、まさきくん。こいこの野郎、青春の昼飯かけて勝負だ。何言ってんだよ。頑張れ天地、我が息子よ。青春とはたった一度の人生の春、清く正しく美しく愛する者と共にこの世の春を謳歌してくれ。それが父の願い。いやあ、なんつっても飛んだり光線出したりしないところがいいんだよな。りょうこけんさん。ああ、なんかいまいち弾けねえな。やっぱ天地がいないせいかな。いくら好きな時に会えるったってよ。あ、恋する女は美しい。私のためにも早く帰ってきてくれよ天地。
何やってんのかな。お前を輝かせてるのはやはりあの男か。誰だい。貴様、名前は。涼子。お前は。ホツマだ。貴様気に入ったぞ。またここに来るがいい。その時こそ真の決着をつけよう。ホツマ、覚えていてくれましたか。いや光栄だな。たんめだ。ギャー。また涼子お姉ちゃんか。いや行こう涼ちゃん。にゃー。私の天地に手出すやつは絶対に許さねえ。勘違いするな。俺は戦いに来たんじゃない。失礼。てめえがただの人間じゃねえことは全国お見通しよ。君に言われたくないな。宇宙海賊涼子。何。てめえ一体何者だ。君の同類とでも言っておこうか。いやすまなかった。二度とあの男には手は出さん。あれはほんのお遊び。俺の嫉妬心の表れさ。嫉妬心？なんだそりゃ。お前を俺の手でもっと輝かせてみたい。はあ？てめえ、私に惚れてんな。うん、わかるわかる。絶世の美女をめぐる二人の男の戦い。私ってつくづく罪作りな女だぜ。けどな、諦めな。私は髪の先から足の先まで天地のもんなんだ。ま、彼女が欲しけりゃあえかっておたふく紹介してやってもいいけどよ。家に戻れ。ん？その天地に事件が起こった。事件？今日はそれを伝えに来ただけだ。おい。天地に事件。風がなき雲が地に染まる。何かが起ころうとしている。いやおやじ、てめえどういうつもりなんだよ。天地くんに不純異性交友を認めるなんて。ひどいですおじさま。私たちの知らないところでこそこそと。信之殿、はかったね。にやばいよ。今から天地とあんなことやこんなことやそんなこと。天地君に限ってまさか。いや天地殿だって男だよ。もしあの子が女を武器にできるんだわ。やっぱり二人はできるんだわ。あれ地面トンネルが閉まってる。無理よ、こっちには来れないわよ。おやじ、金くれ。新幹線の切符買うんだ。作って。30年後で作って。金くれ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 。とりあえずないとこ。あ、うるさ。金くれ。